全陽寺の三門全陽寺は、東京都江戸川区東小岩にある寺院。新聞州と与山派に属し、大英七年の創建と伝わる。松寺百三十余りを要する中本寺閣の寺院であり、小岩不動村の別名でも知られている。境内に生育する国の天然記念物、養合の松は、香川県の丘の松との日本一争いで名高い。この松の他に、 天明三年浅間山噴火を試着用品などの文化財を所有している。境内では5月下旬にバラサツキ展10月末から11月初めに喫茶店が開催され、多くの人を集めている。養合の松のエピソードや四季森三郎保温碑など、大相撲と縁の深い寺でもある。善用寺は江戸川近くに位置し、星澄山地蔵院と合する。 寺の伝えるところによると、山城国大御山の頼住法院という僧が、無国に従って大英七年にこの地に至り、不動明王を祀ったのが、始まりという。室町時代後期の蓮覇市柴谷県総長が、永正六年に表した、寄行文、あずま寺のつとにこの寺に関する記述があるため、実際の解散はこれより遡るものと推定される。江戸時代の文化、 文世期に編纂された、知史、新編武蔵風土記行では、善用寺について、新義新言集、山城国内五法音院松、星住山とースと記述している。星住山という三号の言われは、境内に、かつて生育していた、星り松に由来する。その昔、星の精霊がこの松の小に降り立ち、やがて赤星光の石に姿を変じた。その石は、 星小砂利と呼ばれて、寺の宝とされたが、いつの頃からか、赤と木の石は紛失して、青い石のみが残った。この出来事から三号を取って、星炭山としたという。なお、星織松は、昭和十五年に古死し、その後二代目が植えられた。慶安元年九月に、徳川将軍家から自領十国の主院場を廃業し、県通る法院が中高した。この頃の善用寺は、 下小岩村の密造院やあずま守る寺、船堀村の光明寺、東浮田村の新造院など130余りの末寺を用し、新言州と与山派の中本寺閣として知られた。天明三年に起こった浅間山の大噴火では犠牲になった神馬のただしい遺体が、利根川から江戸川へと流れ下って、全養寺近くの中洲などに漂着し、船の通行にも、 死傷を来すほどであった。当時の様子が北雄純、親子葬に記されている。下小岩村の人々は、その遺体を全幼寺の無縁墓地に葬った。13回期にあたる完成7年に境内に王子者の供養費を混流し、長く母台を弔った。この供養費は昭和48年に東京都指定有形文化財となっている。 全用寺の名が広く報道されたのは、昭和54年頃から昭和55年にかけて起こった日本一の松争いだった。境内に生育する養合の松と香川県大川郡市土町の新閣寺境内に生育していた岡の松は、双方とも我が松こそ日本一の名木と譲らず、一年余りにわたって論争が続いていた。 その争いを見かねた大相撲立行事の木村、章之助が仲裁に入り、どちらも日本一につき、双方引き分けと裁いた。地元小岩の出身で、当時日本相撲協会の理事長を務めていた、春日農の方も、双方を東西の横綱に推挙すると章之助の裁きを後押しし、二人の計らいによって、日本一の松争いは無事に解決を見た。要望の松は、 2011年9月21日に国の天然記念物に指定されている。境内では毎年3月末に植木市、5月下旬にバラサツキ店、10月末から11月に喫茶店が開催される。3月末の植木市は別名を雨の植木市という。江戸時代、西ぶりの松に染みついていた白蛇を植木職人が名振り殺しにしてしまった。その途端に、 大雨が降り出した。それ以来、植木市の時期には必ず雨が降るようになったと伝えられる。実際に2013年の時点で、過去10年の東京の天気を調べたところ、植木市の時期に雨が降らなかったのは2004年だけであった。ただし、この植木市は、ホームセンターやスーパーマーケットなどでの植木や鉢花の販売が普及するにつれて参加する業者が少なくなっていき、 2009年頃、最後に、市は開かれなくなっている。喫茶店は、正式名称を、養護喫茶大会と言い,い、愛好家を多く集めている。江戸川の堤防沿いに12000平方メートルという、広大な敷地を持つ。境内で目を引くのは、本堂前で、四方八方に枝を伸ばし、半も面積が800平方メートルに及ぶ、養護の松である。丘の松との、日本一の、 松争いが解決した後、春スの親方は、日本名称番付け横綱水居場のプレートを贈呈した。松の根元には、このプレートと、養合の石という石が置かれている。その昔、善養寺に忍び込んで不動明王像を盗もうとした男がいた。その男が像を抱えて、逃げようとした時、石に足が張り付いたために動けなくなってしまった。翌朝になって、 男は捕まり、像も、無事だった。男を捕らえた石がこの養合の石であると言い,い、今でも石の上に、人の足形のような窪みが見受けられる。本堂は、高下2年再建で、間口26メートル、奥行き22メートル、木造道武器の建物である。入口左側の、ビンズル尊者像は、江戸時代から、善用寺のなで仏と,として親しまれた。二王門は、 木造平屋建川羅武器で主塗りとし、天保年間の建築である。昭和57年に解体復元修理を行った。左右にある二王像は、制作年代と作者は不明だが、明治年間と昭和の二王門解体修理時に修理されている。不動堂には、高さ1.2メートルの不動明王像が祀られている。この像は三国伝来ひくびくず摩作と言われ、 小岩不動村として霊言荒たかとされる。西の山門前には高さ1.15メートル、幅33センチメートル、厚さ21センチメートルの天明三年浅間山噴火を試着用費が立っている。この供養費は浅間山噴火災害の凄まじさと王子の囲い岩村の人々の温かい心情を伝えるものとして昭和48年に東京都指定有形文化財となった。 供養日には今でも工芸を手向ける人が絶えないという。不動門右脇には和山の日がある。かつて小岩は和山の名産地であった。この石踏みは昭和5年に和山業界の発展に尽力した川の竹松の功績を称えて混流されたもので、高さ2.24メートル、幅1メートル、厚さ、手楼左隣には平成元年5月混流の 四季森三郎法恩碑と横綱山という小さな山がある。法恩碑は善陽寺の段下だった大相撲三役格行事六代目木村宗志郎にまつわるもので病のために土俵に立つことができなく三役昇進祝いとして贈られた軍配は塗装されて使われることもなく白木のままで善陽寺の文庫に収められた。昭和48年頃、 総四郎の弟子の三役格行事、二代目、四季森伊三郎が、法事のために、全用寺を訪問した。住職から、白木の軍配の話を聞いた伊三郎は涙を流し、その軍配を使いたいと申し出た。伊三郎は、住職から託されたその軍配を、昭和48年9月場所10日目の豊山、大神国及び、高野花大流湖の合計2番の裁きに使っている。 横綱山は昭和55年9月7日に境内で開かれた子供相撲大会の時に使われた土俵の土で築いた小山である。この相撲大会には春日の親方が弟子たちを連れて参加した。2012年の時点では子供相撲大会は開催されなくなっている。なお全陽時には大関を務めた後ろ方金作や第二次世界大戦前に活躍した。 幕内力士有明五郎などの墓がある。ありがとうございます。